小雨がぱらついています。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの12回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはイーグルスの先発石橋が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか？そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。初球は際どいところに行きました。ストライクです。打ちました。これはどうだ、センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは望月、そして一塁ランナーは俊足の高山。まあこういうランナーバッテリーは嫌でしょうね。ああやはりそうですか。アウトコースボール。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました。取った。二塁送球、セカンドホースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは中澤。マリーンズダブルプレーでランナーなくなりました。この回の石橋4球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。初球ボール、真ん中打ちました。これはどうか、破りました、センター前。これで7試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには平原、そして塁上には俊足の中澤。足のあるランナーがいるのでピッチャーはやりにくいでしょうね。本当にそうですよね。打ちました。ウィーラー一塁送球アウト、際どいタイミングでしたがスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。1回の裏、これからイーグルスの攻撃が始まります。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。マリーンズマウンドに上がるのは先発の阿部。さあイーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは茂木。2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは DH 渡辺。2試合当たりが出ていません。阿部、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー阿部、そしてキャッチャーは麻生。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。打ちました。ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。2アウトです。打席には3番バッター浅村。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトになっています。この回のイーグルス打線ですが4球で2アウト、引っ張った、これはサードライナー。この回イーグルス三者凡退です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。初球ボール、まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。引っ張った、取った、一塁送球します。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー一塁です。おっと、驚きのホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど、
さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。このピッチャーはいい牽制するんでリードを取りづらいでしょうね。ああそうですね。打ちました。取った。二塁を送ります。二塁アウト。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは滝、そして塁上には俊足の麻生。まあ嫌なランナーが出てますからバッテリーはちょっとプレッシャーがかかってきますよね。本当にそうですよね。セーフ。初球大きく外れています。一塁ランナーはそのままです。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。いやこれは見事な送球でしたね。このアウトは大きいですね。ええ、先制のランナーでしたからね。キャッチャーがいい送球しましたよね。はいそうですね。平行カウント。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信したか。ぐんぐん入った。ホームラン。先制ホームランです。マリーンズ。イーグルス痛い一発を浴びています。追い込んでからの変化球でしたが弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。イーグルス先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。この一発で先制点を奪われました。バッターは注目のルーキー斉藤。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。イーグルスこの回先制点を許しています。初球打ちファウルになります。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。これで8試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。おっと驚きのホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど。さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。アウトコース見送っています。ランナーに神経を使いながらの投球になります。牽制。一塁はセーフ。盗塁を警戒しながらの投球になります。スリーボールナッシングです。打った。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。これで3連打。ツーアウトランナー3塁1塁。さあイーグルス得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。そうですよね。まあそして逆方向にも飛距離が出るバッターなんでアウトコースもしっかり低めに集めたいですね。はい。さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。一塁アウト。スリーアウトです。2回の裏になります。さあイーグルスこの回は4番から始まります。ブラッシュが打席に入ります。昨日はマルチ安打を記録しています。イーグルス1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけどもこの回すぐに取り返したいですよね。さあいい当たり。これはどうか。タキアウト。ワンアウト。バッターボックスは5番島内。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。打った。右中間に強い打球。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスのウィーラー今シーズンの得点圏打率は1割2分5厘となっています。まあもっと打っていかないと厳しいですよね。ええ、まあここは気負いすぎず開き直っていけばいいと思いますね。ああそうですか。一二塁間掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には銀次が入っています。さあツーアウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあイーグルスとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほどそうですね。
これが1球目。初球打ち、ショート正面、抑えた、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって1対0、マリーンズが1点をリードしています。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。引っ張った、これはどうか、打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。レフト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには中澤入ります。さあ追加点は許したくないところ。まだ序盤ですが、あまり初球打ち、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、レフト弾く、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは三塁まで進みました。マリーンズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、2対0になりました。イーグルス、これで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとインサイド打ち上げました。打球はセンターへ、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、マリーンズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。3対0イーグルス、もうこれ以上点はやれません。ご覧いただきましょう、ここで犠牲フライ、得点を許しています。まあもう少し長打を警戒して組み立てをしてもよかったでしょうね。この犠牲フライで追加点を奪われています。バッターボックスには5番中澤、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。イーグルス、この回追加点を許しています。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。引っ張った、手を伸ばして取った、一塁送球、これがプロ入り初ヒット。こちらが先ほどの配球になります。ここはクイックが得意なピッチャーなんで、ランナーは浮かずに走れないでしょうね。なるほど、セーフ。これが初球、初球大きく外れています。一塁牽制、一塁はセーフ。いや今のはピッチャーはヒヤッとしたでしょうね。打ちました、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで4試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。さあ初球は何か、初球打ち、これはどうだ、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回マリーンズ2点を追加しています。3対0、マリーンズのリード広がっています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね、バッターからすると初球打ち、センターに打球伸びる、この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターは辰巳、今シーズンここまでホームランは3本。阿部、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド、レフト掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター茂木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のイーグルス打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。3球目打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、斉藤抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。
3回終わって3対0マリーンズがリードしています。おっと驚きのホームラン予告です。おいいですね、これをやった上で本当に一発ぶち込んでほしいですよね。ええ、さあ有言実行となるのでしょうか。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、センター掴んでワンアウト。打順はトップに帰って高山、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。今日もマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには望月、そして一塁ランナーは俊足の高山。ここは牽制を入れて警戒しておきたいですよね。ああやはりそうですか。ボールが2つ先行、一塁ランナーが気になります。ライト方向を流しました、これはどうか、ライト弾く、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。さあここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。ここは三振を取りたいですよね。うん、そうですね。いいコースですが外れています。うん、思わずバットが回ってしまいました。打ちました、打球はセンターへ。さあバックホームするか、サードランナータッチアップ、ホームに送球する、サードランナーホームイン、マリーンズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました、4対0イーグルス、もうこれ以上点はやれません。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは平原、そして一塁ランナーは俊足の望月。まあこういうランナーバッテリーは嫌でしょうね。ああやはりそうですか。真ん中打ちました、この打球はファールグラウンドへ、わずかに右に切れました、ファールボール。2球目打ちました、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかし楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。バッターは今日 DH に入っている渡辺、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになっ引っ張った、打球はレフトへ、ここは打ち上げています、レフトが取りました。バッターボックス浅村、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、ライナー性のいい当たりでしたね。タイミングは合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。阿部、まずは先頭バッターを打ち取っています。ヒットになった、ランナー出塁しました、ワンアウトランナー一塁です。打席には4番バッターブラッシュ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました、ライン際へ打ち上げています、レフトが取りました、ツーアウトです。5番バッター島内、前の打席はツーベースでしたからね、。今日はバットが振れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。またファウル、ツーストライクです。打ちました、サード取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。4回終わって4対0マリーンズがリードしています。里崎さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。そうですね、正直この辺り初球打ち、ワンバウンドヒットになりました、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。おっと驚きのホームラン予告です。おいいですね、これをやった上で本当に一発ぶち込んでほしいですよね。さあ有言実行となるのでしょうか。いきなり牽制、セーフ、初球は何で来るか、初球変化球は空振りです。インサイド落ちました、
打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファールボール。ランナースタート切ってきません。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスには滝、そして塁上には俊足の中澤。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける。これで4試合連続の猛打賞。バッターの斉藤、今シーズン得点圏での打率は4割7分1厘となっています。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切りました、ファールボールです。打ちました、ショート取った、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。赤星さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。そうですね、イニング的にもそろそろこの辺りで得点しておきたいですよね。そうですよね、反撃なるか注目です。打ちました、ここもファールです。打ちました、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。高山抑えてワンアウト。バッターボックスには7番銀次、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。バッターボックス足立、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。2アウトになっています。ライト方向を流しました、これはどうか、一二塁間を破る、ランナー出ました、楽天イーグルスです。ツーアウトランナー一塁、打順は9番辰巳、先ほどの打席は引っ張った、これはどうだ、平原、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。5回終わって4対0マリーンズがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の表、ランナーのいないこの場面、7番滝、追い込まれてからの一発、イーグルス一振りで先制点を奪われます。裏の攻撃、ランナー2塁のチャンス、しかしここは内野ゴロ、同点のチャンスを逃します。3回の表、ノーアウト2塁の場面、3番中澤、初球を叩いてタイムリー、イーグルス1点を追加されます。さらに続きます、サードランナーを置いて4番平原、ここで犠牲フライ、イーグルス1点を追加されます。おっとホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど、さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。打ちました、ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは高山、そして塁上には俊足の竹原。まあ嫌なランナー、打ちました、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがプロ入り初のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。点が入りました、リードを広げられています。バッターボックスには2番望月、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。まず何を投げてくるか、
ライト方向を流しました。これはどうか。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターは3番中澤。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、大きな打球になった。この当たりはどうか、レフトオーバー。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。打順は4番平原。まあイーグルスとしてはここをしっかり抑え切って。打ちました、浅村。2塁へ、2塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスは5番中澤。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。ワンアウトランナー一塁三塁です。一塁牽制、一塁はセーフ。引っ張った、これはどうだ。三遊間抜ける、サードランナーホームイン。マリーンズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、7対0、イーグルス。なおも2塁1塁のピンチです。おっと、驚きのホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど。さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。高めのボール打ちました、弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。セカンドランナースタートを切る。7番バッター滝、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回マリーンズツーランホームランで得点を追加しています。7対0。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、楽天イーグルス打順よく1番から始まります。バッターは茂木。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。抜けていきます、ヒットになりました。茂木、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは DH 渡辺。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たり。打ちました、ツーラン、センターへ抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう渡辺、ヒットが出ました。ノーアウト。バッターボックスの浅村、今シーズンの得点圏打率は2割飛んで9厘となっています。まあクリーンナップですからもっと勝負強さが必要でしょうね。打ちました、中澤。セカンド送球、セカンドフォースアウト、1点返しました楽天イーグルス。アウトの間に得点、7対1、イーグルス6点差になりました。バッターボックスは4番ブラッシュ。イーグルスゴロの間にランナー帰っています。赤星さん、先ほどは内野ゴロでの得点となりました。打ちました、詰まりながらもレフトへ。ここはフライになっています。望月抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。6回終了7対1、イーグルスが得点を入れています。これから7回マリーンズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。高梨がマウンドに上がります。里崎さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ確かに今日の試合は厳しい内容ですよね。まあ、初球打ち、弾き返した打球は右中間へ、センターが取りました。おっと、驚きのホームラン予告です。お、いいですね。これをやった上で本当に一発ぶち込んでほしいですよね。さあ有言実行となるのでしょうか。大きな変化球から入ってきました。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター高山、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトになっています。真ん中打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3打席連続のヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターは2番望月。
先ほどの打席はライトへヒットを放っています。初球打ち抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで4打席連続のヒット。初球は何から入ってくるか。初球打ち、これはどうだ、セカンドの右抜ける。サードランナーホームイン、マリーンズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、8対1、イーグルス。もうこれ以上点はやれません。バッターボックスには4番平原、まず変化球決まってワンストライク。低めの変化球うまくかわされました。ここはあっという間に追い込んでいます。アウトコース打ちました。ウィーラー一塁を送ります。これで4連打2アウト満塁です。バッターボックス中澤、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。打ちました、セカンド取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。赤星さん、残りの回を考えるとそろそろ打線には奮起してもらいたいですよね。そうですね、あとまだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたい。打ちました、これは大きい、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでまずはストライクを取りました。2球目打ちました、抑えています。ワンアウト。バッターボックスは7番銀次、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。引っ張った、うまく滑り込んで取った、いいプレーが出ました。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。あ、これはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。まず最初のボールを決めていきました。2球目打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、センター弾く、それを拾ってセカンドランナーホームイン、1点返しました。楽天イーグルス、見事なタイムリーヒット、8対2になりました。イーグルス6点差になりました。バッターボックスは9番辰巳、初球簡単にストライクを取ります。2球目も見送っています。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、この打球はフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。7回終わって8対2、イーグルスが得点しました。おっと、驚きのホームラン予告です。お、いいですね。これをやった上で本当に一発ぶち込んでほしいですよね。ええ、さあ有言実行となるのでしょうか。ちょっと抜けたボールでしたが空振りです。高めのボール、これはどうか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックス滝、まあイーグルスとしては点差もあって厳しい状況ではありますけど、雑にならないようにしないといけませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターの斉藤、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、ただホームランがしばらく出てないので、これで一発が出れば間違いなく絶好調ですよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。外れていきます、これが5球目、打ちました、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センター掴んで2アウト。おっと、驚きのホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど、さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。バッターの竹原、今シーズン得点圏での打率は4割4分8厘となっています。引っ張った、さあどうだ、伸びる、レフト線破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。マリーンズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、9対2、イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って高山、
さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。マリーンズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、10対2。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打席には2番バッター望月。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。変化球を振らせました。あっという間に2ストライクです。打ちました。ショート取った。一塁送球、判定はアウト。スリーアウトチェンジです。8回の裏に入りました。楽天イーグルス、打順よく1番から始まります。茂木がバッターボックスに入ります。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。打ちました。浅いフライ。この打球はフライになっています。バッターボックスには指名打者の渡辺。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。阿部、まずは先頭バッターを打ち取っています。これは三塁側のスタンドに入ります。変化球空振り。打順は3番浅村。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。2アウトランナー、打ちました。初球から積極的に行きましたが、最後はセカンドライナーに倒れています。これで3アウト。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。8回終わって10対2。マリーンズ大量リードしています。これから9回マリーンズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。青山が3番手としてコールされています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあそうですね、まあこういう展開ですからね、まああれこれ考えずに目の前のバッターに集中して、まあ一人ずつ確実に抑えていくしかないですね。はい、最後打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打席初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。右中間へ、雨の中伸びていく。このフライはどうだ、落ちるか。センターフライ掴んでアウト。ボールは中継。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターは5番中澤。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。真ん中打った、ショート正面取った。一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。おっと、驚きのホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど。さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。ストレート打っていった。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。マリーンズ追加点、11対2になりました。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。バッターは7番滝。さあまず1球目、高め打ちました。これはどうか、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。マリーンズ1点追加します。12対2になりました。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打席には8番バッター斉藤。これが1球目、打った、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。セカンドランナーホームイン。マリーンズ追加点を挙げました。13対2になりました。イーグルス、これ以上離されるわけにはいきません。おっと、驚きのホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど。さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。初球打ち、これはどうか、ショートの左抜けました。これで4連打。ツーアウトランナー二塁一塁。打順は1番に帰ります。バッター高山、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。変化球打った、セカンド取った。一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回マリーンズ3点を追加しています。13対2。マリーンズのリード広がっています。
赤星さん、歴史に残るような奇跡の大逆転を期待したいところですよね。いやもちろんそうですね。厳しい展開だと思うんですけど、最後まで諦めない。打った！センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃。これで6試合連続。初球ストライクを取りました。ノーボール2ストライクです。打ちました、痛烈。これはセカンドライナー。バッターボックスは6番ヒーラー。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。今のは危ないボールでしたよね。ノーボール2ストライク。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。ウィーラー、ヒットが出ます。ワンアウトランナー三塁二塁。まずは簡単にストライクが来ました。空振り、これは速球に負けました。すぐに追い込みました。左に切れてファウル。バッターボックスの銀次、今シーズンの得点圏打率は2割4分。チャンスの場面振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。ランナー三塁二塁はそのままです。打順は8番安達、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトランナー二塁三塁です。センターへ持っていった、さあいい当たりになった。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったマリーンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。